didn't even get to cross. いつもお世話になってます。原口です。今日は7回目にして神回っていうところで、ちょっと今日は何をやるかっていうと、フリースタイル。フリースタイル知ってます？ラップのやつね。そう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 。よ、俺は東京生まれ。バイバイ。リフティングのフリースタイル知ってますよね？知ってます知ってます。ああ。これちょっとフリースタイルっぽい格好なんだけど。こんな感じでバンバンボール回しながら乗っけたりするんで、今日は神回ご覧ください。よ、チェック。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の神回のゲストをお呼びします。もう先に言います。世界3位の人です。どうぞ。失礼します。天笠くんです。はい、天と申します。よろしくお願いします。フリースタイルで言うと天。はい、天っていう名前で。天って呼ばれてます。お願いします。なんか実績とかあれば。あ、そうですね、一応その先ほどもおっしゃった通り、世界3位になったのは、一応フリースタイルフットボールのダブルルーティンっていう2人組でパフォーマンスする部門の世界3位を2018年に取らせていただきました。な感じで、今ではそうですね、個人でも、あとはチームの方でもいろいろ活動してて。そうですね、そう、チームでも活動してるんでね、そこも今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろフリースタイル教えるので、俺が。フリースタイルといえばリフティング、まあ、ボールをこういろいろな技で切り上げたりやっていくんですけど、ボール、ビーチサッカーも専用のボールがあるんですけど、フリースタイルも専用のボールがあります。はい、ちょっと説明してもらっていいですか？そうですね、このボールはいわゆるアーバンボールって言って、レッドブルのストリートスタイルっていう大会で初代チャンピオンになったシアンっているんですけど、その方が作ったボールですね。で、このボールは今、そうですね、僕たちのチームがアンバサダーとしてやらせていただいているボールで、まあその普通のサッカーボールと何が違うのっていうのは、まあ一つはこの表面が普通のサッカーボールと違って、ちょっとラバーというかゴム素材ですね、やってて、挟んだりとか擦り上げる技が比較的やりやすくなっておりまして、まあそうですね、まあフリースタイル専用に作られたボールとなってます。これ買えるんですか？これ今国内でも買えますね。ネットとかアマゾンとかで、ね、アマゾンで買えると思う。あ、楽天かな、楽天の方でも買えると思うので、ぜひぜひ興味ある方はチェックしてみてください。お願いします。お願いします。挟ってます。はい、お願いします。はい、じゃあ今日は何やるかと言いますと、はい、まず自分がフリースタイル見せます。ちょっと見てもらいます、アマくんに。世界3位の人に見せるの？世界3位ちょっと見せちゃいます。で、次にアマくんのフリースタイルを、これマジで金取れるのにね。いやいや、本当だよ ね、やっちゃいます。原口フリースタイルですね。原フリ。じゃあ一人でどうぞ。いつでも音楽流してよ。これあれだな、構成での大変ですね。どうでした、フリースタイル今即興で頑張り、今ワンテイクでしたからね。ということはいいってことか。だってやらせなし。あ、いいね。まあまあ予選突破ぐらいじゃないですか。神奈川県ちゃでしょ。やめろやめろ、俺に違うな。お待たせしました、すいません。全然お見せします。はい、お願いします。
な感じで。やーばー気持ちいい一発だよ。一発 OK。 やばい、なんか入ってるよ。生きてる、多分生きてる。ずっと見てられるね。すごい、ありがとうございます。これすげえよ。これ俺できるか。できないだろ。何教えてもらいます。原口選手がとりあえず今見てて何が教えてもらいたいやつですか。あれ、座ってあげたい。あ、座って挟んであげる。そう、あげてオーバーしたいもんだって、俺試合中。こういうやつはもう多分できる。できるできる。結構ね、基礎技すごいできてたんで、あのちょっとそのフリースタイルっぽい技を。さっき言ってた技は、ここ挟んだ状態で、ここで、あとは足を伸ばすだけ。おー。基本的には、まずは座った状態から、左裏に挟んでもらって、で、右側に足つきます、左に。で、ここの後ろで足を伸ばしてあげる。ずっとボールが上がるようになる状態で、で、手をしっかり持ってもらって、あ、そうそう、うわぁ、くっそ、合ってますか、あの順番的には。そうです、順番合ってます。で、しっかりちょっと腰持ち上げて、ちょっと。で、もう足は上げるっていうよりかはもう伸ばすだけでいい。あ、そうです、そうです。うまい、高っ。もう一回出します、もう一回。ベンチとしては、ほんとここを掴んで、このまま伸ばすと上がるじゃないですか。ああ、はい。これは足でやるだけなので、もうちょっと、掴んだ状態から。かっけえのよ。足が地面と伸ばしたときに、あ、こっち側なんか。ああ、くっそ。そうわー。起き上がってからだと足が斜めっちゃうんで、はい、足でちょっと浮いてあげます。で、伸ばす。あ、そういうことですね。名前なんかあるんですか。これカズドラっていう技で。カズドラ。ああ、最初良かったのにな。もう一回お願いします。ラスト、ラストいい。イメージ大事なんだ、これ。まあ、多分、イメージしてもらうところは、多分、軸線に結構体重が乗る感じです。ここで、しっかり体重乗せてあげて、伸ばす。ああ、綺麗に膝裏から上がってる。ここ行ってて、あ、でも上がってますよ。そうです、そうです。よし、あ、そんな感じで上げてた。あ、今かっこよかった。わかんない。アマくんがどうか。今よかったっすよね。え、今よかったっすよ。最後までボール見といてあげる。おー、見た、言った聞いた。ボール見るって大事なんだよ。やめてよ。よし、あとじゃあもう5回。ジャンプしてないな、俺。ね、動作変だよね。起き上がってから上げるってよりかは、ここの、そうだよね。そう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 。あ、ほら。あ、今だ。今の今の。できそうですね。あと2回。あと3回。よいしょ。お、おっしゃー。今めっちゃ良かった。よっしゃー。撮ってたかな、今。でしょ。これがカズドラっていう技です、ね、カズドラです。はい、はい、いかがでしょうか。あ、疲れたし、マジむずいし、でも楽しい。ね、楽しい。楽しむのが一番です、うん、あ、おっしゃる通り、楽しむのが一番だそうです。楽しんでみんなでボール蹴りましょうっていうのがフリースタイルフットボールなんで、はい、ぜひぜひ皆さん興味持った方やってみてください。お願いします。あの、インスタグラムとかね、はい、そうです、まあクラブハウスとかも今やってていろいろと発信してるので、はい、チームのホームページもあるので、はい、ぜひチェックして。めちゃくちゃ動画面白いかな。ありがとうございます、ね、普段ここでも練習してんだよね。そうですね、普段はもうここで練習してます。ちょっと言えないけど来たら会えるよ、ね、見かけたらぜひ。見かけたら。本当ですか。うわ、まだ教えるのでぜひ。はい、じゃあ今日ありがとうございました。ありがとうございました。え、最初はグーやんないのそれで。最初はいいや、ちょっと今日は。なんじゃい